でも大体消えます。はい、リセットかかってるんで消えると思います。おや、なんで点滅。はい、どうも、今回はですね、急速多数学習ね、まあ、多分聞いたことあると思うんですが、日産のそのデンスロ社に関してはインテークボックスとかね、その、まあ、スロットル周りの、カバーを外したいとか、そういう作業をした後に、必ず、急速多数学習、そういう作業が必要になります。で、実際どういうことかと言いますと、日産のこの CRK エンジンですね、まあ、他にも HRK のエンジンもそうなんですが、でこの黒いカバーが要はインテークボックスなんですが、右側のエアフローセンサーだとか、ちょうど今指で指しているところ、まあ、ちょうどスロットルですね。でちょうどこのスロットルの、このハーネス類を外したり、この辺のカプラを抜いたりとかしていじった際には、必ず、この急速多数学習をする必要があります。でどうしてそういう話になるのかと言いますと、ちょうどこのボックスの下にですね、プラグコードが隠れてるんですね。ということはプラグ交換なんかをする際にはどうしてもこのインテークボックスを外さないといけないんですね。なのでどうしてもこの CRK エンジンなんかをメンテナンスする際にはその急速多数学習必ずしなければいけないことになるわけなんですね。で今回は特別そのプラグ交換とかするわけではないのでこの辺をバラすことはしないんですが、今回はこの辺をバラしたということを前提に話を進めていきたいと思います。このスロットルのハーネスを一度抜いて、そしてもう一度これを差し直すことによってこのスロットルをバラしたと同じ状況にすることができますね。まあ、エアフロの方もついでに抜いておきますが、でこちらも一度抜いて で外しましたと、そしてもう一度繰り直しました。はい、で、カプラを戻します。はい、エアフロックですね。そしてこちらのスロットルのカプラも、差し直しますと。でこうすることによって、現在、疑似的に急速多数学習が必要な状況ということになります。はい、そうしましたら車内に戻ってきました。でこれから、学習をやっていきたいと思うんですが、まずは必ずエンジンを完全に暖気した状態でやってください。成功率が上がります。ということで、今はもうこの車暖気終わってますんで、まあ、この状態でやっていきたいと思います。まず一つ目、スロットルの前閉学習ね。で二つ目が急速多数学習、まあ、これを2つ続けてやっていきたいと思います。まずは前閉学習ですね。この前閉学習は簡単です。アクセルは絶対踏まないですよね。アクセルは絶対踏まない状態 でこの状態で、キーをひねります。でエンジンをかけないでくださいね。エンジンをかけない状態で、はい、今チェックランプ、まあ、いろいろつきましたね。もうこの状態で、まあ、何もしない、これは放置です。15秒くらい放置。1、3、14、15、はい、で今15秒経ちましたんで、もうこれで前閉学習は完了です。で一旦キーを切ってください、ね、でこれが終わったら次は急速多数学習というやつをやっていきます。これちょっとねややこしいんで、もう結構ね時間との勝負なんで、もうこの一連の流れで、実際やってみたいと思います。まずキーをひねります。はい、でこのチェックランプがついた状態ね。まだエンジンはかけないでください。このチェックランプがついたところで3秒後にアクセルを5回全開全閉全開全閉全開全閉、これを5回繰り返してください。まずこれが1段階です。そっから先は時間の勝負なんで、なのでちょっと流れ作業でやっていきたいと思いますね。はい、じゃあもう一回やってみます。はい、ではキーをオンにします。はい、1、2、
3、はい、そしてアクセル全開、1、2、3、4、5回、はい、で1、2、3、4、5、6、7、はい、アクセル全開で、この状態でこの右側のチェックランプが点滅始まります。うまくいけばね。あ、始まったね。これ成功です。で、この点滅が始まってもこのアクセルは離さないからね。で、点滅が点灯に変わります。はい、変わった。そしたらアクセル離す、はい、エンジンオン。はい、でエンジンをかけたら、こっから30秒くらい放置してください。その間はね、アクセルとか絶対踏まない、ね、この状態で、30秒放置、まあ、できれば40秒がいいかな。うん、まあ不安な方はね、1分ぐらいやってもいいと思います。まあ大体30秒か40秒、ね、そろそろ20秒かな。はい、21、30、40、40秒経ったんで、アイドリングは今安定してますね。はい、で異常がなければ、うまくいけばこんな感じでアイドリングが安定してます。はい、でアイドリングが安定しているのを確認したら一回エンジンを切ります。はい、で切ったら、ね、私の場合はね、このオフの状態でまた30秒くらい放置します。11、12、28、29、30、はい、今30秒経ちましたね。はい、そしたら改めてエンジンかけてみます。今度はね、普通にエンジンかけていいですよ。このアイドリングね、このタコメーターの動き、見てくださいね。あ、ちなみに、うちの車 12SR ですけど、あの 12SR ノーマルの ECU だとアイドリングの回転数は、1000回転ジャストですね。ここの1000回転ね、ジャスト。でも、うちの車、あのコンピューターインパルのやつに変わってるんで、アイドリングが今750回転ね。これはちょっと気にしないでください。もうこれはもう、あのコンピューターの違いなんで、まあ、これはね仕方ないんでね。 12SR のノーマルだったら1000回転ジャストなんで、今適正のアイドリングで今安定してるので、なのでもうこれで学習は成功ということになります。ちょっとおまけやっていきたいと思います。あ、よくね、O2 センサーだとかクランクセンサーだとかね、なんかそういうセンサー類の不備があると、このチェックランプつきますね。でついて仮に新品に交換してもこのチェックランプ消えないんですよね、はっきり言って。うん、まあ、要はリセットしてないからなんですよ。なので今回そのリセットの仕方、次にやっていきたいと思います。まずは診断モードに入れる必要があるんで、さっきの急速タス学習と、ちょっとやり方は冒頭は一緒です。このチェックランプの点滅モード、要はね、診断モードですね。その診断モードに入れていきたいと思います。はい、エンジン切ります。そしてキーをひねります。はい、でエンジンかけない。3秒、1、2、3、はい、アクセル5回、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、6、7秒、最初アクセル全開で点滅が始まれば診断モードです。はい、点滅始まったね。で点滅が始まったらアクセル戻してください。はい、この状態、今この点滅してる状態っていうのがいわゆる診断モードなんですよ。でちょっと今点滅の仕方がね、なんか速くなったり遅くなったりしますよね。こうパカ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 ってなったり、あとゆっくりこうパッカパッカパッカってなってみて、でこの点滅のパターンっていうのがいわゆる今この車で起きているそのエラーのコードなんですよ。その診断コードっていうものを参考にして、それで今何のエラーが出てるのか、それを見ることもできます。はい、で今回はそのエラーコードの見方というよりはリセットの仕方なんで、これからリセットしてみたいと思います。
この診断モードの状態でアクセル、全開にしてください。はい。で、この全開の状態でこの点滅パターンを、見てくださいね。で、この点滅パターンがね、正常である時のその点滅パターンっていうのがあるんです。で、この点滅パターンっていうのが、まあ、要するに正常な状態の点滅パターンに、変わるまでこのアクセルペダルをずっと踏み続けると。そうするとリセットがかかります。正常なコードの点滅パターンに変わっていきます。概要欄の方にもね、一応貼っておきたいと思うんで、参考にしてみてください。この点滅パターンが正常になったら、今踏んでるアクセルを戻してください。戻したら一回オフにしてください。この状態で30秒放置します。で、今30秒経ったんで、改めてエンジンをかけてみたいと思います。はい。で、エンジンかけた状態でこれでちょっとね1分くらい様子見てください。はい。そしたら1分経ったんで、何も異常ないですね。もし異常があればね、必ずまたここにチェックランプつきますんで、で、もしまたついたら、もう一回同じことを繰り返してみてください。で、同じことを繰り返しても、もしダメだった場合、多分、どっか他のところが壊れてます。まあ、できればね、一回走ってみるのが一番いいですね。で、5分、10分ちょっとドライブしてみて、で、その時に、また、このチェックランプがつくこともあるんで、走行チェック、やってから、確実に、直ったと、いうことができると。エンジンチェックランプがついて、で、その時に、まあ、よく本当はディーラーに持って行って、で、そのディーラーの診断金かけて、させることもできるんですが、お金かかるんですよ。節約するっていう意味も込めて、まあ、自分でやってみてもいいのかなと思います。で、よく O2 センサー交換とか、まあ、クランクセンサーとか、この動画ご覧になってる方は多分 DIY で全部そういうセンサーとかね交換する方がほとんどだと思うんで、やってみると節約できるんじゃないかなと。もし DIY でやられる方がいましたら、参考にしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。よかったらぜひですね、チャンネル登録ね、お願いします。それじゃあまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。